昔のずっと昔、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしておったそうな。ところがこの二人に近頃気がかりなことが一つあった。裏山にいたずらなタヌキがおって、里に降りてきては悪さばかりするのじゃった。今日はあのタヌキ出てこんとええけどな。じゃあ行ってくるで、留守を気ぃつけてんな。じゃあおじいさんも気ぃつけて。一日何事もなければええんじゃが。おじいさん。じゃ、タヌキがもう出たか。おじいさん、どうしたんじゃ。びっくりした顔して。ああ、驚いた。うさぎどんじゃないか。もう傷は治ったか。おかげでもうすっかりようなった。このうさぎも前にタヌキにいじめられて傷を負っていたところ、おじいさんに助けられたのじゃった。やれやれ、よかったよかった。あれタヌキめ、いや、まずい、まずくて、うわ、たまらん、こりゃ。畑を台無しにされたじいさんは切り株に腰を下ろして首をうなだれて考え込むのじゃった。そうじゃ、これじゃこれじゃ。そうして翌日のこと。一粒の豆っこ千粒になれ、一粒の豆っこ千粒にな。そこへタヌキがまたまた現れて。ちょっと、千粒の豆っこ一粒になれ。よう、タヌキどん。あれ、どうしたんじゃ、これや。じいさんは切り株に鶏もちをたっぷりと塗っておいたのじゃ。そうしてタヌキを縛り上げ家に連れて帰り、台所の針に吊るし上げた。こうやって少し懲らしめてやるべ。ばあさんや、ちょっと。ばあさん、今夜タヌキ汁にして食ってやるか。それがええ、よう太っとってうまそうじゃな。と懲らしめてやろうと二人はわざと大声を出して話をしたのじゃった。そうしておじいさんは夕飯ができるまでちょっくら畑を直してくると表へ出て行った。おばあさんは今のうちにおじいさんの大好きな泡餅を作っておこうと、一人でぺったりこぺったりこ餅をつき始めた。ばあさん、ばあさん、一人で餅をつくのは大変じゃ。わしがついてやるから縄をほどいてくれんか。何言ってるか？お前なんかに騙されねえよ。騙すもんか。餅つきが済んだらまた元通り縛ればええでねえか。それもそうじゃ。そんなら手伝ってもらおうか。気のいいおばあさんはタヌキの縄を解いてやった。それじゃあわしがつくで。ほれ、きねじゃ。ばあさんは餅を混ぜてくれ。タヌキはおばあさんを後ろから思いっきり殴りつけ殺してしもうた。なんてひどいことをするんだ。するとその鳴き声を聞きつけたウサギどんがやってきて。おじいさん、なして泣きなさる。なんもかもねえだ。
おじいさんはウサギに訳を話した。おじいさん、オラがぜひとも敵を取ってやるから楽でね。おじいさんを励ましてウサギは山へ帰っていった。いたずらだぬきは懲りもせず山の中をぶらぶら歩いておった。やウサギどん、かやを集めて何しとる？今年はうんと寒いというから、これであったかいうちを作ろうと思ってな。それならオラが手伝ってやる。こっちの蚊帳を持てばええんか。そっとよいしょと。なあウサギどん、持ってやる代わりにわしの家を作ってくれんか。それからウサギどんの家を作ろうな。ええー、じゃろ。うん、それでええよ。なんじゃ、カチカチ鳥じゃ。カチカチ鳥か。カチカチ鳥はよく鳴くの。なんか暑いの。が燃え上がってタヌキの背中は丸焦げになってしもうた。さてその翌日。やいやいウサギめ、よくもまあひでえ目に合わせやがって。はてな、お前さん何怒ってるんじゃ。昨日はよくも。あれおめえは。ほら立山のウサギだ。お前さんの言ってるのは多分かや山のうさぎだんべ。うさぎどんはちょっと変装してまんまとタヌキをだましたのじゃった。ところで立山のうさぎどん何しとるんじゃ。やけどの薬こしらえとるんじゃ。なに、それはちょうどええ。オラの背中にちょっぴりつけてくれんかの。そこでうさぎどんはタヌキの背中にタデの入りのからし味噌をぐりぐりと塗りたくった。やあ、タデ山のウサギめ、今日こそやっつけてやる。やい、ウサギ。あれ？おめえ、立山のウサギでねえのか。おら、松山のウサギだ。うん、おかしいな。ところで松山のウサギどん、こんなとこで何しとるんじゃ。今年は雪が多かったんで山のものが取れねえ。それで船こしらえて池の魚でも取ろうと思っとるんじゃよ。そうか。でもなんで味噌も作っとるんじゃ。いや、向こうの船は小さいから魚がちょっとしか入らねえ。じゃからでっかい船でうんと取ろうと思っとるんじゃ。そうか。どうじゃい、タヌキどんもこれに乗って魚取らんかい。おら向こうのに乗るで、あんた大きい方に乗れや。そうかい、すまんの。よいしょよいしょ、ほらそれ。いやこらえやこらえやこらえやこらいやこらえやこら。昨日船っ壊すっと走るはいやこらこらさの、道路の船っ壊ざっくり砕けろはいやこらえやこらせいやこら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 なんだいやなんだこりゃなんだこりゃいやなんだこりゃ。おじいさん、
おじいさんやっつけたよ。タヌキをやっつけたよ。おお、うさぎどん。ほら、とっても怖かった。そんなに怖い思いをさせて。おじいさん。ありがとうよ。ありがとうよ。おじいさんはいつまでもいつまでもうさぎにお礼を言うのじゃった。そうしておばあさんのお墓の前でおじいさんとうさぎは両手を合わせておばあさんの冥福を祈ったのじゃった。